ねえ、今日美容室行ってて、今日美容室行ったから、ちょっと染めたりちょっと切ったりしたんですけど、そう、美容室からちょっと見てた 美容室で、外にいたからさ、そう、最初美容室から見てたんだけど、有原選手がさ打った時にさ、ちょっとびっくりした。なんかとめちゃくちゃね、興奮しましたね。まずでも最後の最後でもう9回裏で3点も取られると思わなくて、もうやっぱ分かんないなと思って、野球は最後まで何があるか分からないなって思って、やっぱ気が抜けないね。やっぱ特に先攻だった場合ね、サヨナラ勝ちされる、サヨナラ負けになる可能性あるから。で、逆を言えば、まあ最終回まで分からないよね。最終回までこっちがね、負けていても勝つ可能性も、勝てる可能性も秘めてるってことだからね。そうそう、高校野球みたいな なかなか、なんか、なんだろう、プロ野球でそうだね、ちょっとなんかちょっと久々にヒヤッと、ヒヤヒヤヒヤってしたかな、この点差がね。そうそう、ヤクさんありがとう。あ、そう、周東選手ほんと足速かった。あれだっけ、なんか河村選手だっけ、周東足速ってあれ言われちゃってる、トレンドで。河村選手のにもう追いついちゃったね。まあ確かに、なんか余裕を持って勝つってよりかは、まあなんかちょっと気が引き締まる感じで終わったから、そうですね、そういうことで 最後消してたら勝ってた 関係するのかな。車が運転が楽です。やろう、ヤクさんありがとう。日本シリーズ見に行けなさそうで、ちょっと私そう残念なんだけど、チケットも取れなかったしさ、結局まあリハもあるからね、まあ家から応援しようかなって思ってますが、応援しに行ける人に任せたよ。両方申し込んで、ありがとう福袋。なんかそうなんです、家が最前列です。私がさ、ホークスね、まあ私福岡に住んでから本当にホークスしか見てないくらい、野球はね。他のまあパ・リーグセ・リーグでありますけど、やっぱ福岡来てからはもうパ・リーグをずっと見てたんで、もうパ・リーグしか見てない感じで、だからね、じゃあもうホークスを好きになって、そう、福岡来てから好きになったんですけど、
私横浜ファンではないんですね、もともとあんま。あ、球場も行ったことありますよ、ハマスタも。なんか家族が好きで、なんか自分から行きたいっていうよりかはなんか連れて行かれた感じそう、連れてってもらった感じで見たことはあります。ハマスタで試合あるんだけど、まあでもそんな詳しくなくて、なんか選手の方とか全然わかんないんだよね。そうで、巨人とかも見てたけど、阿部選手がキャッチャーで活躍されてた時代を見てた感じで、あんまり、うん、選手の名前そんなにわかんないんですよね。そうだから、まあそうベイスターズも地元のね、あの神奈川だからね、頑張ってほしいなと思ってましたけど、福岡に来てからホークス好きになったので。そう、まあ出身地ってだけでね。でもね、どこを応援してもいいじゃないですか、別に出身地とか関係ないというか、そういうスポーツとか。私なんかそれで、あ、神奈川を捨てたのかよみたいな言ってくる人がいるんですけど、なんか怖いと思って、そんなこと言うみたいな。まあ野球、まあアイドルのファンの方にはすごい分かってもらえるけど、いろんなとこからさ、アイドルとかも応援してくださってるから、その地元とか関係ないんじゃないかなと思うんですよ。そうで、私もなんか結構なんて言うんだろうな、浅はかに応援してるわけではないというか、自分でドームに行って応援もするし、すごく好きだから、うん、そう、みんながみんなそういうわけじゃないんですけど、一人二人ぐらいにこう神奈川を捨てた捨てたみたいな、なんかそういう感じで言われて怖いと思って。そうでも好きになってしまったら仕方ないじゃないですか。やっぱね、福岡住んでるとね、どうしてもね、やっぱなんかホークスがね輝いて見えるよね。地元から愛されてて、こんなに強いチームはいないぞって思うくらい。そうそう、だから私はもう、そう、好きになってしまったら仕方ないなって思うんですよ、それは。でもさ、悪いことじゃないじゃない、別に。そうだから、もう私はホークスに惹かれて好きになったから応援したいなって思っていますね。でも私が、でも、うん、HKT に、でもまあ福岡来てホークス知ったから、それもね、うん、すごい大事なきっかけになったとは思うけど、うん、でもどのタイミングでもホークスのことを知ったら好きになってたと思うんだよね、試合とか見てたら、うん、でもね、やっぱホークス見てると、試合見てるとやっぱ面白いんだよね、強いからさ、本当に、うん、選手の層が厚くて、やっぱすごく勝ってくれるし、なんか応援しがいがあって面白い。でもまあ本当に人それぞれですから、ハマるとかはね、人それぞれだから。私は好きですね、ホークスが。そうそう、ベイスターズが嫌いですって言ってるわけじゃないんだよね。そうそう、ベイスターズが嫌いではないんだけど、まあ好きっていうほどのその応援は、あの、なんて言うんだろうな、なんかさ、浅はかに好きとは言えないじゃないですか、うん、だからね、まあ、ホークスが今好きで応援してるから、すごく頑張ってほしいなって、うん、もちろんね、でもベイスターズも頑張ってほしいなとは思うけど、まあ、今回ばかりはもう勝負ですから、うん、勝負の相手だからね。私はホークスを応援してるので、福岡来てからやっぱ応援したいなって思って、すごい応援も行ってるしさ、勝ってほしいよね、やっぱ。そうなの。でもなんかすごいみんなを理解してくれてありがたいなって思いますね。
そう。でも今も、ああでもどうなんだろう、家族はどこのチームを応援してるのか分かんないの今どこなんだろうね。 HKT のことを好きでいてくれる方ももちろん福岡だけじゃなくて関東の方もそうだし、もういろんなところから、関西もそうだし東北いろんなとこから好きでいてくれてるから、それと一緒なんじゃないかなって思うんですよ。どこにいても好きって気持ちがね一番大事だから、うん。そう、なんかすごい記事みたいなのに載っちゃってて、なんかそう西スポーの記事かな、なんかちょっと怖いです。そう、私はね、そう好きな気持ちを一番大事にしたら方がいいと思うんで、そう、まあそんな感じで今日初戦をね勝ったのでホークスが、ね、ちょっとまだわからない感じだった。最終回を見るとね、なんかまだうん油断禁物だなっていう感じで、そうそう、確かにやばい天皇賞どうしようって感じ。あ、選手は私は川瀬選手推しです。川瀬選手、川瀬しか、うわ天皇賞やばいよね、どうしよう、いや迷ってるよね。でもえ、そうなの、天皇賞はみんな決めたのかな。ちなみに、前日の夜果たして今一番人気なのが、あら、リバティアイランド、え、一番人気、おお、あら、え、もしかして、え、あら、あ、そうなんだ。でもルメール、ティバティアイランドってさ、あー12番、変わったジョッキー、最近で一番強いと思って、そうだな、体重かなり、え、ちょっと体重はね、あれ本当にね重要だと思ったのよね。でもやっぱりそれは思ったんですよ。え、何キロ増えちゃってるの、あーなるほど、うんうんうん、大丈夫かな。ソウルオリエンス、もうでも早いもん、早いじゃない、いや4番人気ですね。あ、来るねこれは。ちょっと4番人気ぐらいは来そうだもんな。ブラジオブラ、ジャスティンパレス、もうさ、私たちがっていうか、私競馬始めて1年目だけど、こうやってなんかレースで活躍した、今年ね活躍した馬が、競走馬がこう集まってるなっていう、知ってる知ってる知ってるっていう嬉しさを初めて味わってるよ。1940日、ありがとうございます。うん、でも18キロプラスのやつで、やっぱり結構厳しいなっていうのであったからね。でもルメールは買っとくか、ルメールは買っときます、多分買うよ。
は買うんだけど、ルメールのレーベンスティールは3番人気だね。まあ結局人気ですね。確かに。ドウデュース、まあ、これは難しいね。もうさ、なんか6番人気ぐらいまでは全部ボックス買いしたいぐらいなんだよ本当は。でもそれだと面白くないもんね。でも結局どうだろうか、6番人気ぐらいは当たりそうじゃない6番人気ぐらいまで全部来そうだよね。来ないかな、どうだろうか。パドック荒れないよ。だって明日天気はどんな感じでしょう。天気は配当やっぱ気になるよね。天気どんな感じだろう。外枠はね、結構人気だよ。外枠も12、14も入っちゃってる。夜から雨？夜から雨？え？夜から雨か。どうなんだろう。なんか雨だった場合、やや重？あれちょっと待って、なんかあれ見たんですよ。ソーローレンスはソーローレンスとベラジオオペラはなんか天気良くない場合はいいかもっていう。宝塚組はダメージ持ってそうだからっていう意見もあるしね。どうだろう。あ、両側だったらまあ大丈夫かな。どうしよう、迷いますねこれ。ダノンベルーガとかどう、タスティエーラとかどうかな。明日ちょっとさ忙しそうじゃん、バタバタで。あれだよね、競馬も。小山さん、ダノンベルーガ7番人気ちょうどいいですね。ちょうどいいというか全然可能性ある、ね、ちょっと皆さんどうするよ。でもさ、ディバティアイランドってさ、お嬢って書いてあるお嬢様応援したいよな。お嬢、ジャスティンパレスはもう、そうだね。ノースブリッジって9番人気じゃん。なんか追い切りがいいみたいだけど、ノースブリッジはどうなんだろう。悩むね。ちょっと難しいですこれ。はあ、7枠じゃなきゃ本命にしました。え、そうなの、なんでなんで、え、何がリバティー7枠じゃない。
3連複で当てたいけどね。まあオッズでね、やっぱ見るか。東京実績あんまないよ。追い切りはいいみたいなんだけど、東京実績ないとダメかな。はあ、なるほど。頻繁難しいかな。三連複当てたいな。ではもう終わっちゃいます。ランキングマス13位あかりちゃん、12位キムケイさん、11位 MJ さん、16位さん、9位まっちゃん、8位双眼鏡さん、7位キドッチさん、6位フジピーさん、5位ズッキーさん、4位ヤクさん、3位タートンさん、2位フォクペグさん、1位ゾッキンさんです。みんなありがとうございます。あー決めなきゃ、もう寝る前までに決めよう一旦ね。いやパドックの後もちょっと気になるんだよねやっぱり。ではありがとうございましたみんな。明日健闘を祈ります。そしてハロウィン配信も明日見てください。 H は6時40分からです。よろしくお願いします。ハロウィンの仮装楽しみにしててね。ハロウィン仮装楽しみにしてね。バイバイ、おやすみなさい。